東京大学東京大学ケミガワ総合運動場を2011年8月撮影東京大学ケミガワ総合運動場は千葉県千葉市花見川区の花園町、朝日川岡町、旗町にまたがる東京大学の総合運動場。従来までは東京大学運動会がセミナーハウスの運営をしていたが2020年4月1日から民間企業 R プロジェクト社が引き継ぐ。 2020年より、新型コロナウイルス感染症対策のため、再開のめどがつくまで、予約を含め業務は停止している。北側には、大河ハス通りを挟んで、大河ハスや他のハスの品種を、幸い育成していた、旧、農学部附属緑地植物実験所、大学院薬学系、研究科附属薬用植物園が隣接している。 ケミガセミナーハウスほかケミガワ厚生農場時代、ゴルフ場時代東京オリンピック会場としての利用売却問題東京大学は法人化に伴い財政難に陥っており、大河ハスの生育されている施設を含めた同運動場の売却を検討していた。これに対し、千葉市民らが大河ハスが千葉市の主源となっており、シンボルキャラクターともなっていることなどを考慮し、存続を求めている。 現在は騒動は収束している。現在はボランティア団体、大河ハスのふるさとの会が東京大学からハスミ本園の管理を引き継ぎ、関連会の開催や連文化の継承と普及を行っている。記念市の発行東側から眺めるグラウンド南側は周囲と5メートルほど高低差がある。西側には大河ハスの関連池がある。北側は 広い道路で周囲の住宅地と区切られている。ケミ川地区はかつて沼であったため、起伏の大きな地形が特徴である。周囲は道路に囲まれているが、一周するのに自転車で約20分かかる。東京大学ケミ川総合運動場を40年し、ありがとうございます。